やっほー。前田真央さん、夜ありがとうございます。こんにちは。ヤシタさん、かわいい、ありがとうございます。あ、ホグピグさん、ありがとう。タコ、あ、タコじゃない、さゆり花火さゆり花火です。さゆり花火ありがとう。20個ありがとう。花火が上がってる。花火が。こんにちは。リップ塗りましたよ。花火のくす玉っぽい。サティワンアイス、何が好きか、何が好きかな。すごい花火がさ、すごいバンバンなってるんだけど、花火のギフトが見れないんだよな。どうやって見んの、なんで出てこないの？花火のあれが。更新してんのに、更新してんのにギフトが出てこない。あ、誰か投げてくださってますよね、絶対。あ、ちゃんと草。花火見えた。ありがとう、10個。投げてくださってるよね。シンさん、だるま10個。ありがとうございます。ありがとう。今のアイスはキャラメルリボンが一番好きです。一番好きなんだけど、でも今多分新しいやつ出てんじゃないかな、もしかして。フレーバー、新しいフレーバー出て。ドマさん、ありがとう。ヤシタンさんもありがとうございます。花火が打ち上がってますね。新しいフレーバーみたい。ピカチュウか、今コラボ、ピカチュウコラボしてるみたいです。両ギフトは見れないじゃない。あ、そういうことか。なるほどね。カメさん、あー、いっぱいありがとう。あ、でも投げてくださってる、無料のやつ投げてくださってる方、そう、多分花火が打ち上がってるんだね。それでありがとうございます、投げてくださってる方。亀さんもありがとう。さゆり花火30個ありがとうございます。トリプルって3個でしょ。3個、31の3個食べたことない。にゃおんさん、ありがとう。たくあん10個ありがとう。タコって言っちゃう。さゆり、さゆり感がちょっと。さゆり、ありがとうございます。結構。しんさん、金魚ありがとうございます。カメさん、花火ありがとう。ピカチュウとコラボしてるらしいよ。なんかすごい見たことないやつある。すごい美味しそうです。こんにちは。ピカチュウハッピーパーティーっていうのがある。ピカチュウ、ピカチュウのチョコみたいなのが入ってて、赤と白みたいな。
31ワールドレコード。え、ワールドレコード、すごい、なんか地球みたいな、ワールドレコードって書いて、地球儀みたいな、すごくない？かわいい。ドリームクライマー、いいな。え、タンパク質が入っててプロテイン強化のアイス出てます。これタンパク質が入ってんだって。どういうこと？すごいねプロテイン入りすごいね。そんなアイスが出てんですかね、やばいな、進化してるサーティワンさん。でももう本当にマッチョの方とかゴリゴリやってる方は食べなさそうだけどねあえてそれでタンパク質を取らなそうではあるけど、美味しそうね。待ってね、でも美味しそうではある。なんかチョコみたいな、大豆のパフとって書いてあった。美味しそうではあるね。ピカチュウの食べてみ、ピカチュウのコラボ多いですよね、サーティンはね。こんにちは。そうかね、天気いい感じではある。うん、天気はいい感じ。曇ってんのかな。あ、曇ってますね、普通に持ってるし、雨もなんかちょっと雨マークもある。にわか雨みたいな降っちゃう可能性あるのかな。まあ相変わらず30度超えです、最高気温が。嫌だ、こんにちは。最近多めに行ってボスの抹茶ラテ買ってきました。あ、本当ですか。あ、ボスのさ抹茶ラテ飲んだよ。コンビニにあって、あの次の日ぐらいにね買っといて、まだ飲んでなかったんですけど飲んだんだけど、美味しかったね普通に。どっちが好きかって言われたね、でもなんか綾鷹の方が多分濃いんだよね、抹茶感が。でもなんか、いや、どっちもね全然味が違くて美味しかったんだけどね。
でもボスの方はちょっとミルク感が強かったかな。なんか甘党なので私結構甘くてすごい美味しかったけど、ボスはね。そう、お母さんありがとう、さゆりたこさん10個ありがとうございます。さゆり花火ありがとう10個。そう、甘くて多分綾鷹の方が多分すっきり飲めるのかなとは思うので、なんだろうね、どっちも飲みやすかったけどね。ボスは甘めかな、多分綾鷹に比べたら甘いかな。さゆりさんって呼ぶのある。さゆり呼び、さゆり呼びしてるから。抹茶ラテって本当に美味しいなって思う。ヤシタンさんありがとう、さゆり花火さゆり花火10個ありがとう、わーい。ちょっと待ってね。さゆりリクエストにお答えし答えしてくれた。さゆり打ち上げ花火、半魚の花火はないんで、はい、ないんですよね。ないんだよ。ちょっとさゆりちゃん押されてるのよ。ショール絶対関係ないんだけどね。半魚なんとかさゆりにも全く関係してないとは思うけど。エレハナさんありがとうございます。ヨーヨー。今なんかイベントイベントっていうか花火浴衣祭り大花火大会みたいな企画ショーイベント配信イベントがねあるんですけど、その対象の花火打ち上げ達成キャンペーンは、あの花火のギフトあるじゃないですか、黄色緑赤の花火のやつとタコの花火とあと筒の花火タワー、熊の筒のタワーのギフトが対象なので、よかったら無料でもらえてる方、もしいて無料のやつ ある方とかぜひ募集しております。クロちゃんさんかわいい、ありがとうございます。ね、そう、対象ギフトは黄色緑赤のやつ、花火はね。クロちゃんさんヨーヨーいっぱいありがとうございます。エレハナさん緑の花火ありがとう。あ、そうです、それです、792ありがとうございます。792、2日目です、急のない2日目です。クロちゃんさん、あ、花火緑の花火10個ありがとう、ありがとう、いいな、アイスアイスはみんな好きだよね、本当に。
当にみんな好きだよね。うん、いやでも甘いの苦手な人はちょっとあれだけど、アイスは一年中いつ食べても美味しい。あ、谷川豊さん、花火10個、緑花火10個ありがとう。ヨタハチさん、さゆり花火10個ありがとう。谷川さん、さゆりありがとうございます。クロちゃんさん、さゆり花火5個ありがとう。あ、ジャホーだ、ヤッホー、ヤッホーヤッホー。うーん、まとめて打ち上げたよ。マリープーさん、ありがとうございます。ヨーヨー、ヨーヨーだっけ、祝福ありがとうございます。今日木曜日でしょ、もう。もうなんか木曜日です。あっという間だ。今週も結構あっという間かも。うん、今週はでも、レッスンがね、あったり、私明日もお仕事あったりするし、まあ徐々に徐々に徐々にね、できてるのは本当にありがたい、嬉しいことですね。でも怖いけれどね、まだね、本当に感染者数が増えてるので、土曜日になってほしい。休日。今日夜配信するかな。うん。お互いできないのよ、飯発。皆さん我慢してくださってるね、本当に。もう少しね、ちょっと一緒に頑張ってくれたら嬉しいな。ひろゆきさん、ありがとう。メガネ違うってなメガネ、メガネの時はメガネ、メガネの時はメガネっていうか、もうなるべくメガネでいたいけどね。みんな回復、そうですね、全員回復したのかな。あいち、うん、2個生写真予約したよって、ありがとう。チェックの生写真かな、んかな、うん、新しいやつか、ありがとうございます。生写真チェックよろしくお願いします。チェックの生写真チェックよろしくお願いします。紛らわしいけど、ヨタチさん、花火よくありがとう。じゃあ新鮮でうめー、勉強お疲れ、偉すぎ。ディミが帰ってきてはしないと、あでも連絡したけど、でも結構なんだろう、普通にご飯、そうそう、あ大丈夫みたいで、うん、味覚なんか大丈夫っぽくて、なんかちょっと安心しましたけど、まだね、全なんだ、あの回復しきれてないメンバーさんとかもいると思うので本当に心配なんですけどね。ねえ、徐々に戻ったらいいんだけども。仕事戻ります、頑張って。お仕事ありがとう。
手紙まとめて送ることにして、ありがとう、嬉しい、手紙は嬉しいです、本当にみんなありがとうございます。チック柄こんにちは。木曜日でしょ。なんだかな。なんかあることあったっけな。あ、でもあるわ。54,814。まだ。長い。え、なんかさ、外すごい音なってる。工事してんのかな。どんどん音してるんだけど、外。写真たくさんあったり、メッセージカードって、あ、貼ったりしたメッセージカードって送ってんのか。あ、え、送って大丈夫だと思うし、なんか前送ってきてくれた子とかいたね。そう。めちゃめちゃね、すごいね、もうすごい写真とかカードみたいなの送ってきてくれた子いたけど、え、多分大丈夫なんじゃないかな。うん、それを私が持ってるってことは多分送ることは可能ってことだね。手紙書いてくれ、あいつに読むの恥ずかしい。読ませて読ませて。お手紙ってでもなんかちょっとこっぱずかしいよね。わかる。でも結構好きなんだよね、私手紙読むのも好きだし、書くのも好きだったりする。書く機会なかなかないけどね。推し面に手紙を送るとかさ、私はしたことないけど、なんかいいなって思うね。かわいい。なんか私も推しがいたら多分書いて送ってたと思うね。本当はもうみんなにお返事書きたいぐらいだよ。でもちゃんとお家に保存してるんで。難しい。いつもポスト前に手出すね。出して。意外とね、手紙ってなかなか書き換えないから恥ずかしいんだよな。手紙のことゲットしたい。制服の目。してんだ。お手紙とか書きたいな。書きたいっていうか、可愛いよね。可愛い手紙、何の便箋にしようかなとか、なんか封筒はこれでとか、なんかいっぱい種類売ってるじゃん、手紙とかって今。書く機会がないので、私ないからな。あんまりなんか、でも可愛い、楽しいよね、選ぶの。
手紙だけじゃなくてもそのプレゼントとかもと一緒で、そのさ何選んであげて、あ、選んであげるっていうかさ、選んでる時、何でもこう人にあげるもの選んでる時って結構楽しかったりするよね。結構サプライズ系好きだし、好きなんですよ私。サプライズされるのも好きだし、サプライズするのも好きだし。何色好き？何色かな？あれ好きな色結構いっぱいあるんだよね。ピンクも好きなんで、好きだし、薄いみなんか淡い系の青、水色とか青とか。うん、緑も好きだしな、白も好き。にゃんさん、花火10個ありがとうございます。あ、よかった、メッセージカード、もしかしたら友達かも。ちょっと待って、お家にね、あんの、ちょっと、メッセージカードでしょ？どうかな？あのね、これでしょ？これでしょ、これでしょ、今持ってきた袋に保管して、なんだ、入れてるの、名前が出てこない、引き出しに、これでしょ。マジでめっちゃ嬉しかったんだよね、すごいんだよ。ちょっとみんなにあれだけどこれはでも本当にさ、嬉しすぎてさ、すごいさ大切にして取っておいてる。全部もそうだけどね、皆さんからいただいてるもの結構、待って、住所とかあるから危ないね。結構なんていうの、すごいいっぱい取っておいてあります、保管しております、大切に。すごいんだよね、みんな本当にさ、すごいこだわってくださったり、あと写真、写真じゃないや、文章をいっぱい書いてくださったり、可愛い封筒を選んでくれたり、すごい嬉しくて、全部大切にね、最初から、長文5枚書いて送ったら笑われたすごい泣いたって、いやいや、ほんと嬉しい。みんなからの手紙とかも全部嬉しいし、ほんとに出来事で一番嬉しい。大切にね、してるよ。本当にすごいよね。かわいい。めちゃめちゃこだわってくれてんのよ。最高。なんか、本当にいっぱい、たくさん、もう、めちゃめちゃね、重いぐらいね、手紙とかいっぱい、はがきとか、はがき、とかもそうだね、全部メッセージカードとかなんか全部取ってあります。そう、毎回毎回楽しみにしてます。みんなから送ってきてもらえるのね、ありがとうございます。大切に保管するね、これからも。そう、元気もらえるの
読み返したりする時もあるし、本当に元気もらえるね。ありがとうございます。なんかね、全然力になれなくてとかいう子もいるんですけど、方もいるけど、もうその一人一人の応援の仕方とかあるからさ、本当にそれぞれね、こうね、いろんな方がいるから、いろんな応援の仕方があると思うんですけど、みんな一人一人の応援がとっても嬉しくて、はい、頑張れるパワーになってます私の。ありがとうございますね。こういう会えない期間が本当にね辛いんですけど、それでもいてくださってる、ね、好きでいてくださって、応援してくださってる方には感謝でしかない。うん、ね、本当にだからもう活動できてきたらまた少しずつね返していけたらいいなと思ってるけど、ね、本当に今がちょっとみんな多分辛いというか、公演もないし、イベントとかも延期になっちゃって本当に悲しかったりすると思うんですけど、うん、なんとかね、うん、なんとかついてきてくれたら嬉しいけどね。痛いですよ私も、みんなに、うん、寂しいわ、寂しくなるけども、うん、まあ、会えるからね、会えるってそう思って頑張るという。みんなもだからお仕事とかが学校ね、頑張ってくださいね。ついていくよ、絶対痛いよ。会えるから会えるから、うん、会えると信じてる。うん、大丈夫ですね。今はちょっと大変な状況だけど、公演行きたいって、公演したいです私も、本当にね、うん、もう絶対また作る。嬉しい、ありがとう、うん、でも本当送ってきてくださるものがね、もう全部皆さんの読んでるし、大切に保管してるし、うん、何でも嬉しいよ本当。なんかプレゼント送りたいって言ってくださってる方とかもいるしさ、まだ送れないしさ、なんかちょっとなんて言うんだろうね、本当。みんなには結構待ってしまってばっかりで申し訳ないんだけども、本当にファンの方からいただいたものはね大切にしていくし、本当に嬉しいので、会いたいよ。でもまあみんなに会えるまでにね、まあ、時間があるということだから
ね、私もそれまでにちょっともうちょっと少しでも可愛くなって会いたいですね。可愛くなってっていうかちょっとまあなんだろう、魅力さをちょっとマシマシにして会いたいですので頑張ります。ヤシタンさん花火塾ありがとう。あ、ひなたちゃんハートありがとう。